はい、どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。ですね、今日はですね、品川に来ております。はい、もうものすごい僕の大好きな場所で、2年前とかにも一人暮らしをしていた、まあ第二の故郷でありますから、もう品川ラブです。品川大好きで、月末の31日はですね、僕の中では経費精算というか、毎月、はい、締め日というかやっています。はい、で、まあ、ミニマリストをやっているとイメージでですよ、イメージで、まあ、物を持ってないとかお金を使ってないんじゃないかっていうですね、そういうイメージがあるそうで、やっぱその時計だったりとか腕に何もつけてませんし、服もそんなに買ってないので、じゃあどこにお金使ってんのよって感じでですね、思われてます。イメージでものすごい思われてます。で、まあそういうのは置いといて、じゃあ実際ですね、僕が今月いくら使ったのかっていうのをですね、ちょっと皆さんにシェアしたいなというふうに思います。で、他の動画で、その電気料金をシェアしたと思いますけど、まあ、そんな感じでですね、僕が今月いくら使ったのかっていうのをですね、シェアして、まあ、ミニマリストとして、シェアをして、ちょっと皆さんにまたドン引きしてもらおうかなというふうに思います。はい、でここで一つまた前提条件なんですけど、僕はですね、一人暮らしをしていて、今は独身です。独身です。はい、なので、家族持ちですとか、そういったものではないので、もしあなたが、家族持ちですとか、お子さんがいるですとか、ペットを飼ってるとか、そういった方はですね、あんまり参考にはならないかなというふうに思います。はい、2つ僕はお金の管理する方法がありまして、1つがこの現金出納帳っていって、お財布からいくら出ていったか、いくら入っていったかっていう、その計算をするもので、あとは会計ソフトを使って、銀行口座ですとかクレジットカードですとか、そういったものも全部ひっくるめてお金の出入りを記入しています。で、僕の生活費はですね、全て現金で払っていますので、僕の生活費を算出するためには、この Excel シートから事業主貸しっていう項目をだけピックアップすれば、僕の生活費っていうのが全部出ます。はい、ということで今から生活費を算出します。はい、今全部事業主貸しで相当しました。僕の普段の生活するための、まあ、お金ですね、僕が普段生活するために使ったお金が今ここに表示されてるんですけど、だいたいですね、ジュース、まあ、食料、日用品購入したりですとか、食べたり、あと100均で日用品購入したり、あと食べ物買ったり、ほとんど食べ物ですね、食料、ジュースとか食べたりと、外食したりとか、もうほとんどそんな感じですね。なので僕はですね、もう普段の普段の私生活では食べてばっかってことが、はい、わかります。食いじゃってます。合計金額が一番右に出るんですけど、はい、パパン、29,948円、はいですね。で、まあ、これがいいか悪いかっていうのはあれなんですけど、なので僕はですね、普段も本当に食べてばっかなんだなっていうのがですね、自分で分かりました。ちなみに先月ガス料金、先月分はですね、1,315円だったそうです。で、今は現金の部分、自分の本当の生活費部分をちょっとお見せしまして、まあ、3万円弱っていうことだったんですけど、仕事関係の方と打ち合わせでどっかこうレストランを使ったりですとか、そういったものはですね、経費として計上しています。なので、あ、すずめさんは先月いくら使ったの、先月どれぐらいの経費だった、あ、はい、鳥には経費という概念はないそうです。普段は食べてはいるんですけど、それは経費計上しちゃったりですね、ま、移動費は基本的に交通費という経費で落としてますし、そんな感じなので、じゃあ現金としてはいくら使ったのかっていうのをちょっと参考程度に見していきます。はい、じゃあ今、全て現金今選択したので、これで今月いくら現金で使ったのかっていうのが見ることができます。はい、では行きましょう。せーの、ドーン、ピントカモン。はい、574,881円ですね。はい、57万円使っちゃってますね。すずめさん、俺今月57万使っちゃってるって。で、もちろんこの中で、それは仕事用での出費、これはもう完全に生活費用の出費ですねっていうのは、
税理士さんとお話ししながらやってるので勘定項目の付け方に問題は一応ないはずです。まあ、なんでそんな使ったのかというとですね、このパソコン買ったっていうのが結構でかいです。であとは家賃ですとか税金納めたりとか、今月ですね、今月ちょっとでかいなというふうに思いましたけども、普段はまあそういったものがないのでだいたい現金で言ったら20万25万ぐらいですね。次にですね、会計ソフト上で今月の出費を見ていきます。銀行から振り込んだりですとか、あとはクレジットカードで、切ったりですとか、まあ、そういったものはですね全部仕事上で、まあ、経費として落ちるものなので、まあ、本当に仕事用に使ったものなので、生活費をクレジットで落としましたとか、生活費を銀行口座から振り込みましたみたいな、そういうのはですねちょっと一切ないです。でここでの出費を見ると、まあ、生活費と仕事分全部含めた今月の出費を見ることができます。はい、じゃあ今月いくら使ったのかちょっと見ていきます。はい、じゃあ早速お見せしますけども、ドーン、はい、248万8000円ということでですね、250万近く使ってるってことですね。はい、あ、でもそっか、家賃があるな、家賃があるから、自分が仕事で使ってるお金っていうのは237万ですね。で、自分が本当に生活するための出費っていうのは家賃と食費を含めて13万だということが、はい、分かりました。まあ、本業もありながら自己満足でミニマリストやってるわけなんで、まあただですね、ミニマリストやると出費は、まあ、3万円ぐらいだと、自分用に自分のために使うお金は3万円ぐらいだということが分かりました。はい、いかがですか、ドン引きされましたか。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今月のですね僕の出費をお伝えしましたけども、まあ、仕事に関する出費は抜きにして、僕の完全に個人的に使っているお金っていうのは家賃と食費含めて13万円だったということなので、まあ、この数字が多いか少ないか分かりません。もう本当に、分かりません。まあ、見る人から見ればいやまだまだだなって思うかもしれませんし、まあ、見る人が見ればそんなんでよく生きてますねみたいな、そういう感じでこういろいろ思うところはあると思います。はい、なので、まあ、今回あくまで僕のシェアなので、まあ、僕としては、まあ、そういう変なやつもいるんだなというか、まあ、そういう、まあ、そこまでやっちゃう変態もいるんだっていうですね、あなたの枠が外れればまあいいかなと、あとはそのミニマリストの実態がちょっと分かっていただければいいかなというふうに思います。ちなみにですね、僕がミニマリストをやる前に出費はいくらだったかっていうとですね、だいたい10万ぐらいだったと思います。いろいろですね、旅行に行ったりですとか、友達と遊びに行ったりとか、あとは趣味の、なんですかね、はい、まあ、あとはサッカーに、サッカー遊びに行ったりとか、あとジム代とかですね、まあ、そういう無駄を省いて今の食費だけ3万円みたいな、まあ、あとは家賃分10万円みたいな、まあ、そういうところにたどり着いたので、まあ、って感じです。はい、もしですねこの動画を見てドン引きしました、1ミリでも参考になりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをカチッと押していただけると嬉しいです。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。